で最後になります青森からお越しいただきましたファクトリーロイクさんです。富さんが青森で、はい、学芸員をご自身で活動としていろんなものをされていてアーティストインディジネスを出発をしたりされているので、まあ、エアモスとは別なんですけれどもアーティストインディジネスのネットワークをぜひじっくりお話を聞きたいなと実は私から思っていた方です。なので、はい、今回は自分がいかに楽しかったのか、いろんな場所を知りたいし、いろんな人がいる
き方というか、環境を作るために自分で作るというものがありそうです。やっぱりどこか土地とか、住む場所だけ、生活の仕方みたいなものに、それがなぜアーティストに関してはですね、なっていう感じ。基本的には個人としては、たくさん遊びに近いものがあるんですけど、別に仕事がどうか。あまり関係ない。もちろんやることであるので、僕は6年くらいですね、東京の施設から、東京の施設から、まずこう、みんなが分かるから、みんなが行きたいから、いろんな人が考えているって言われて、そのみんなって誰なんだろうと、いつも聞きに行って、で、それが結構行政の人のたまたま担当した人の一人の判断なんですよ。みんな分からないっていう、そういう話になってしまって、そうじゃないのみたいな、誰か分からないっていうだけ、今なんかおかしいんじゃないか、違う東京っていうのがあるっていうのがあって、まあそういうのが自分のちっちゃなスペースに出した、違うちっちゃな国もあるかもしれないし、そういうところからできていくこともあるかもしれないので、なんかまあすごくいわゆる市民の市民の税金みたいなのを使っていくと、そうじゃないところからできるものが、うまいこと見合ったものがいないかなって思ってます。で、あとはなぜアーティストを使うのかと、あるので、まあ、なんかいかに面白いかみんなそんな考えてるかと思うんですが、そのためには自分でその環境を作らないといけないと、で考えるとアーティストってやっぱりすごく面白い人もあるし、同じものを見ててもそれは少しだけ違う角度から見る、違う価値を引っ張り出してくる。普段どうやって料理するか、ご飯を作るか、あり合わせの材料何を作るかとかをどれだけ楽しくできるか、家具をどう配置したらどうやって生活が変わるのか、なんかそういう些細なことをどれだけ楽しくできるか、どれだけちょっとしておくかっていうことは、すごくそのアーティストの人たちがいて、僕自身は別に対して物を言うとか、そういう人たちのなんか、まあ、ずらし方とか、そういうの転換方とか、すごく面白いなと思います。で、まあ、あとは、まあ、たまたま僕は今、アートみたいな仕事をしているんですけども、それはまあ、ずっとその、どこかいろんな場所に住みたいとか、知らない場所の生活を体験したいとか、知らない価値観の人と出会ったりとか、意外とアートの仕事っていうのは、大企業とかに入って転勤するとかよりももっと、まあ、自分が動こうとか自由に動ける可能性があるんじゃないかと思って最近は、実際そんなことがあったりするんですけど、まあ、なるべく自分の判断を動いていくし、という選択肢を自分で多く持っている状態にしたいと思って、今、ちょっと仕事をしています。で、まあ、その中に、特にそう思うと、黒目があるんですけど、じゃあ自分が素で何か作り出せる能力があるのかとか、あんまりないなと思って、でも何かを作るっていうのはすごく興味があって思ったときに、文化施設っていうのは面白いなと思って、そんな中でたまたま建築をやっていたので、何か問題が起こったりとか、何か要件が発生したりする、それに対して、その条件を整理して何かができているのか考えることがすごく面白いなと、そういうことをやっています。まあ、そんなところを考えつつ、今みたいなアーティストになるんですっていうことになっているんですけども、まあ、とにかく、本当に東京って何だろうとか、すごく考えることが、まあ、やっぱりその一個仕事の中で、個人でできることで、その公園って、個人の公園って何だろうとか、で、まあ、こんなこと、まず今、スペースのことをこんなことを紹介してもらいたいかなと思います。